三角さんの三角コーナーこのプログラムでは三角さんの三人がどうでもいい話をどうしようもなくぐだぐだとお送りしておりますま、あそういうことでそれではどうでもいい世界へカンパスセーションワ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 ン内田朝日です 山口翔吾です,マキですえー「すええ、カンバセーションワ1ということではい三角さんのね三角さんの書コーナーだって <laughs> 最近何か気持ちがふわっとなった買い物ってありますか気持ちがふわっとなった買い物 <laughs> 気持ちがふわっ,となった うん、うんうん、なんか楽しかった買い物の思い出ああ<ー>、うん、なるほどねまあこれ僕話したいことがあるから言ったんですけど,ど、うん、あどうぞどうぞこれマーキーはいなかったんだけど、うん、まあその三角さんって僕と正吾とマーキーじゃないですかそ、うん、の省吾とね1か、うんうん、月ぐらい前かな 一緒にビックカメラに行ったの覚えてるああ結構前だね2か月ぐらい前なんじゃないも覚えてるでしょ覚えてますよミニ四駆をね買ったんだよね買いましたよ憧れだよミニ四駆はでミニ四駆を作ったのよ今ねあえてちょっと何かをうん最初プラモデル作ろうかって言ってたんだよねそうそうそうプラモデルでも作って家でちょっとなんか やろうかって言ったんだけどうんいや,やろうミニ四駆が売っててさうんそミニ四駆ってねか確かに確かああそれはあったねあれね結構俺ね楽しかったんだよねミニ四駆って安いんだいまだに5600円だったよねうん懐かしかったねあれは何にもこうモーターとかもさいまだにあるんだよ、うん、ハイパーダッシュモーターとかうーんブラックモーターとかね、うん、いや、うん 実は僕ちっちゃい頃そのミニ四駆を作ったことはなくてまあ買ってもらえなかったんだよねうん<対>ずっと焼きあってたからまあミニ四駆ってまずさ、うん、あの女性の人とか分かんないと思うけど分かんないと思うプラモデルなんですけど、うん、あそうモーターがついてて、うん、電池を積んで炭酸2本だよね、うん、でラジコンじゃなくて、うん、水槽にしたら走ると、うんうん、だから動くプラモデルだよね まあそうだねで子供でも作れるんだよね、うん、作そうそこがさまあ俺たちは子供の時に作ってたわけじゃない、うん、でもいざねこの年になってね、うん、その買って作ってみたらさ、うん、こんなに難しかったそっていう,うなんだよく子供の時あった子供の時をやってたわあれもうねなんなら子供の頃体で覚えてたんだと思うあれ いやでも本当に羨ましかっただから今二人の話聞いててお俺もやりたいなーって今思ってるよ普通にあ作ったことないないの本気でないプラモデルはプラモもほとんどない外で遊べとこれ焼き合ってたからずっとそう、うん、すっごいリアルタイムなんだけど、うん、あの吉祥寺だったかな、うん、にミニオンクバーってあるの、うん へえ <laughs> ミニ四駆バー <laughs> そうバーなのコースがあって酒が飲めるってそれを見ながらあ<ー>、うん、いわゆる多分80年代幼少期だった僕ら世代か僕らよりちょっと前世代が集まる店なんだろうねそうだよねミニ四駆持ち寄って今 SNS だっけ でほらフェイスブックってあるじゃないあれで知り合いが行ったって載っててうわめっちゃ行きたいと思っててでも作ったことないでしょないのでも全部売ってんのあそっかそのバーに売ってるんだミニ四駆がそうでもバーでさお酒飲める人なんかさそのプラモデルとか組み立てながらさお酒飲んでたらいい小一時間潰しながらいやななかか楽しい楽し酒を飲めるんじゃないの 朝日やったのはやっぱどうでもいい話しながらさ、うん、ちょっと自分で作りながらね、うんうん、楽しいんだよねあの時間,ねいい時間だったよね、うん、あれはなかなかなんかそう例えば2人でなんだっけ<で>なんだっけ名前聞いたらすごい感動した名前いく,いくつかあったよねミニ四駆のえっとねアバンテジュニア <laughs> <laughs> あるある聞いたことある <laughs> 聞アマンテって響きがたまらないよねああ三三角角さんの三角コーナーナそう最近ねうち、ん、にねやっぱ花を買う。 習慣っていうのがいいなと思ってそれはいいよねお花いいですよそうだから今うちに奥さんと買ったのがアジサイとガーベラガーベラを買ったんですよなかなかいいですよアジサイとガーベラうんアジサイガーベラアジサイが好きでねアジサイの花言葉とかあんのかな アジサイに花言葉ある？それあるわな。あのモサッとしたでしょ。モサッとした。あのさ、猪苗代線、はい。下北、うん。新田田、うん。あたりにね、猪苗代線ってね、両脇にね、アジサイがあ咲いてる。ああ、俺知ってる知ってる。あれが超大きい。でアジサイって土によって色が変わるんだって。 へあ青じゃないのあの青紫というかさあれいろんな色あるじゃん実際って青紫もあるし黄色とかもあるしあそうなのピンクとかもあるしああいこの間母の日にアジサあげたなんとかコーラルっていうねうんピンクと緑と青がこうマーブルになってるようなねほんとサンゴみたいなあれはそう土の成分によって性質によって色が決まるんだった ごめんね今花言葉がちょっと面白くてさんで今の組み笑いしてる紫陽さいの花言葉いくつかあります元気な女性おおいいじゃんいいじゃんいいじゃん家族団らんああいいじゃんお母さんにあげたんでしょんそれ素敵だね本当にうちの母親元気な女性だからねああバッチリじゃん辛抱強い愛情ああでもなんかすごくポジティブないいね 贈り物には素敵だねうんうん今までいい流れできてたよねうんなんかうん続きましてはい高えっそういうんじゃないですえっどういうこ ああはい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 あの高慢な態度のあそっちのねじゃあ高うハハハハ慢ね朝日のなんか声のトーンがさ朝日の声のトーンが良くなかったよ完全に続きましたよ続いて浮気あれあれもう何か前半から前半良かったけどねそして最後はい移り気 何かそういうさポジティブなメッセージとネガティブなものって、うんうん、なんか絶対そういうのふ、うんうん、あ振り分けてるのかなあ,とあともう一個はガーベラだっけガーベラ,ーベラいや前半良かったよね元気な女性とかさか家族団らんとかさ、うんうん、母の日にあげるってばっちりな感じだったよ ね、だから笑っちゃったんだよ。母の日に移り上げてもね。うん、そうだね。高慢高慢コーマン。それは言い方だからさ、さっき。何色のガーベラ、えー、あ、色によって違うの、うん、えっとね、赤紫みたいな。じゃ赤のガーベラ。赤のガーベラ。燃える秘密の愛。常に前進チャレンジ。 あいいねちょっとまあ秘密の愛っていうのがちょっと悪いそうだねまあまあ捉え方にもよるけど奥さんが燃える秘密の愛買っちゃったすごいちょっといろいろ問題があるよねそれはね秘密にまあ後付けだけどねまあそうだねであるんだねそういう言葉がうちのバラは何だろうねうんバラって言ったらなんかちょっと情熱的ね色あるんじゃないかなあれ何色 白ピンクいや、ピンクと緑のなんかマーブルみたいなやつだよね。バラの花言葉はね。バラはね、色や形で意味が変わるって。そうだろう。形にも。俺多分ピンクだよね、あれはね。ざっくり言ったら。そうだね。だって赤とかさ。バラにはね。一応ね、大きく分けてね。赤。うん。ピンク。ピンク。白。うん。黄色。オレンジ。オレンジもあんだ。紫。はい。青。 青ってあるんだってでまあまずピンクいきますねピンク美しい少女上品<ー>気品、うんいいね、しとやか<ー>温かい心、うん、満足、うんうん、愛を持つ輝かしひとときの感銘、うんうん、なんでこうちょいちょい挟んでいくんだろうね嫌な。 の感銘とかねちなみに同系色桜色のバラ誇りプリティピンクのバラプリティピンクってなんだろうねかわいい人ブライダルピンクのバラ愛してるピンクめっちゃあるなダークピンクのバラ感謝種類多すぎじゃねそれピンクで大きめのバラ赤ちゃんできました <laughs> 具体的。すぎ。具体的。赤ちゃんできました。花言葉じゃなくて、報告だよ。<laughs> 報告だからね、<laughs> そで三角さんの。三角コーナー。カウンバセーションスリー、スリー、スリー。 ちょっとこれせっかくだから他の色も見てみるどん,などんなの聞きたいえ、朝日の何なんだったのけピンクだから。だから青って何桜色だよね、多分あれね。うん、青って何青。ホコリとかなのかなピンクだからな。まあ、さっきとかな。うん、青。青が知りたい。青はね、すごいよなんか。神の祝福、うん、奇跡。うん、夢叶う。いいね。 で、青でも多弁のバラ花びらが多い方は誇りなんだってで、一へのバラは清純な愛静かな愛満開のバラこれは種類じゃないよねもうねそうだねもう形の問題だから満開の満開のバラはね私はだから歌えて何なんだそのなお文章になっちゃって私は人妻だ俺に言われてもさ トゲのないバラは誠意や愛情嫌って何ってなだよ否定は誠意や愛情って何だよ蕾は愛の告白恋の告白うんんだって誠意嫌って誠意ではないのね愛情って愛情でいいじゃないで 一回正義って言っちゃったら手前やってつけたほ、うん、他の色なんか聞きたいのある例えばさ赤、うん、白黄色オレンジ紫紫とかいろいろありそうだけどねそうでもないうんうん紫はね少ない言葉があ,あそう誇り気品上品王座尊敬まあじゃあ王道の赤いってみようよ、うん、あ赤いってみようか、うん、赤はね でも予測当たってるよ情熱愛情あなたを愛します低層美模範的熱烈な恋私を射止めて何かやっぱちょいちょい僕ちょいちょいこのバラ赤バラにも色々ありますねえ紅色のバラ死ぬほど 恋焦がれています知らねえ知 <laughs> 知らねえ知らねねええわ恋バラ恋ベ紅バラ、うん、恥ずかしさ、うん、もうワインレッドみたいな黒赤色、うん、決して滅びることのない愛十和の愛赤いバラのつぼみあなたに尽くします、うん、純粋な愛、うん 愛の告白赤いしおれたバラはいかないはかないそれ赤いしおれたバラのははかないって言ってみたいな感じになっちゃったよねっていうかどの花か白い赤いバラの葉っぱにも言葉があるんだって無垢の美しさあなたの幸福を祈るっていうかさ誰がつけてんの花言葉って知りたい誰が決めてんの に鼻<何>言葉ね<言><何>俺これすごい好きだわ、ね、白バラでね <laughs>、うん、<laughs> 進めたねずぶん白いちっちゃめのバラ、うん、恋をするには若すぎる <laughs> 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 誰誰誰なの <laughs> 言われたところでねおう、うんおう いやうるせえよなるじゃん送られた花言葉でさ恋をするに若すぎるとかいやうるせえわってなるよガジュマルとか花言葉あんのかな花じゃないからねてか何花言葉って誰が決めてんの誰が決めてんの適当だよねなんか文章がでも統一性あるよねバラはバラでやっぱ恋よあガジュマルあるよ花言葉 ガジュマルの花言葉、うん、健康だってよし <laughs> <laughs> 一個かい <laughs> <laughs> もうちょいねえ三角さんの三角コー